宮津祭り。宮津祭りは、京都府宮津市の山王宮日吉神社、三王宮日吉神社と、かず宮神社の霊祭の総称。毎年5月13日から15日にかけて行われる。三越の巡行を中心にして、神楽や浮き太鼓が絡む、当地法最大の祭りである。正確には、宮津祭は、三王宮日吉神社の霊祭、山王祭の続賞、別名として、 長く用いられてきた名称である。数ずきや神社の霊祭は、宮津祭とは別の祭りであったが、昭和中頃に祭礼日を、宮津祭り同日に変更し合流した経緯を持つ。宮津祭りの正式な名称である、山王祭は、江戸時代は、宮津藩祭とされ、武士も、その行列に参加している姿が記録されている。秋、祭りとして行われていた。 和ズや神社霊祭の東祭り、また杉松神社、三郎宮拙者霊祭の西祭りに対し、春の三郎祭は町を統合する祭りであり、特に、宮津祭と称された。祭礼の宗教的な意味は、宮津の氏神とされる山王宮日吉神社の神を、年に一度町に迎えて、城下の平安を祈ることにあった。神社を出た御輿は、宮津湾を迂回して、 対岸の波路を旅所まで巡行し、その後外側、景口を経て、宮津の町々を回り深夜に観光した。こうした祭礼のあり方は、現在においても大きく変わることなく、巡行後のお見合いでは観御の瞬間に、すべての祭礼行事が同時に終了す。これは、宮津祭りの宗教的な目的を達成した象徴的な終わり方とも言える。 伝統芸能としての宮津祭りは、郷土芸能である浮子、浮太鼓、浮太鼓、そして伊勢神楽の流れを組む、大御神楽が行われている。特に漁師長による浮太鼓は、宮津市の無形文化財に指定されており、失業、干漁に関わる儀式として打ち鳴らす部分と、街中で披露として打ち踊る部分との二つの形態を、持ち興味深い。また、昭和初期まで、宮津祭は、 芸屋台と呼ばれる梨を繰り出す、引山祭りでもあった。江戸時代後期の山王祭礼図絵馬には、城下閣町が繰り出した二十六期の山屋台、芸屋台が描かれているが、現在では、宮本町、万歳保護のみが不定期に巡行して、子供歌舞伎を披露している。江戸初期、宮津藩主、京国公の昇法年中、1644から47、 それまで行われていた波地までの三王宮御子吐魚がしばらく中断した記録が残されている。これは現在のような波地お旅所までの巡行が当時すでに行われていたことを示す記録であるとも言える。日吉の神の使いである猿日並み、遠方2年1674、4月中の猿の日に復興した王祭は元独年間に入ると、 新予巡航を中心とした祭礼が次第に整えられてゆき、江戸中期には藩主、青山四42年間の安定した時代の中で藩祭、宮津祭、三老祭として華やかな祭りを繰り広げるとになる。参勤交代による上主在場の都市は、大祭として、江戸在中の都市は、小祭りとして、祭礼の規模も変化し、大祭の都市は、神楽の後の行列に、 宮津藩より、槍二十本、馬二匹が加わり、それに、各町の山屋台や芸屋台の子供歌舞伎、御菓しそして最後に、浮大根が繰り出す豪華な祭りとして展開していった。その後に藩主となった、本上公は七代百十一年にわたり、宮津上司を務めるが、宮津祭、三能祭には、城の大手門、並寺門を開いて、御菓しをはじめとする、祭礼行列の通行を許し、 藩主は城内でそれを見物して、褒美を取らせたと記録にある。各町それぞれの山、芸屋体や神楽、浮き大古は先を争って城内に進んだため、宮津祭りは、将棋の駒を大手大手と詰めかけるという俗用が生まれたという。こうして、久しく4月中の猿の日に行われてきた、宮津祭、山王祭は、幕末の安政六年、1859。 二十五日に固定され、明治の初め暦が、新歴に変わったことを機に、藩主の命により五月十五日に改められている。和木宮神社は、昭和中頃以前は文宮神社と呼ばれていた。これは、江戸時代初期に藩主、京国公が、加護神社の文礼を、現在の地に祀ったことに由来する。遠方四年、1676。 の宮津うじ子区域を示す記録では、京海道、東堀川より、西が山王宇治子とされ、文宮宇治子は、田町、高野町に少々ありとされる。田町、高野町は、現在の神社前の二つの通りに接する町である。祭礼は、江戸時代後期まで行われていなかった。初見となる記録では、文化三年、1806に練り物を出して、祭りを行ったとされる。 文政十年、1八百二十七、に、職人町、宮本町、満町、本町、魚屋町が、文具の氏子となることによって、次第に祭礼が整えられた。祭礼では、漁師町により取り行われていた、宮津祭、三郎祭の浮き太鼓が伝承で、町内は、輪番として、これを取り行った。幕末の文久元年、1八百六十一、 旧暦8月11日には、藩より許された御腰が、初めて城内に入った記録が残されている。文具霊祭は、秋の祭りであり、東祭りと呼ばれた。祭礼を行う四町は文具の氏子であり、また、旧来の山王旧日吉神社の氏子でもあった。東祭りには、神楽、神新浮き太鼓を賑やかに取り行い、春の宮津祭、三郎祭においては山屋台、 芸屋隊を繰り出して、子供歌舞伎を演じたのである。宮津祭、三郎祭は、こうして、宮津全長が参加の下で、その規模が変化しながらも、大正、昭和と続いていった。文豪、田山家隊により書かれた、気候文、海とトンネルには、大正時代の宮津祭、三郎の、芸屋隊の華やかな子供歌舞伎の様子がにぎにぎしく、記されている。昭和年、 それまで、幾度か変化した、和木宮や神社霊祭が5月の宮津祭、三王祭同日に変更されたことにより、以後宮津では、東西の町が別々に祭りを行うこととなった。特に芸屋隊による子供歌舞伎は、日程の上からも衰退することになり、万歳保好みが現在に続いている。浮き太鼓は、笛と締め太鼓のリズムの中で打ち鳴らされる太鼓で、三宮日吉神社では、 両市町が、和木宮神社では、宮本、万町、本町、魚屋、新居浜の五町が輪番で取り行っている。浮き太鼓は、両市町で始められ、完成元年、1789? の参納祭礼の資料ではなく、太鼓、笠鉾と記されている。江戸時代中期から、祭りの成熟と共に完成され、天保12年18、1841。 の祭礼資料には、浮き太鼓の表記伺える。両市長では現在でも、師匠を頂点とする、盾の組織の中で厳格に技が伝えられ、宮津市はこれを無形文化財に指定した。浮きとは、浮かれるの意である。もともと、浮き太鼓はかさぼこを立てた下で二人で担いだ太鼓を、打ち鳴らしていた。太鼓を屋台に乗せて、町内を巡行する現在の形は、完成十年。 1798より始められたものである。本来の傘この下で打つ浮き太鼓は5月15日朝の山王宮信仰祭の中で再現されている。浮き太鼓は、神輿しの一連の儀式の中で打ち鳴らされる、打つ部分と、祭りの間に町の格好で披露される、打ちながら踊る部分とに大別される。 子供から大人に至るまで打つ時の手の出方、回し方、視線の位置など定められており、熟練と共に太鼓から離れて打つ動作をしながら打たず、まさに林に合わせて踊るような仕草となる。特に浮き太鼓の一連の流れの結びに行われる、師匠格による二人打ちは、左右対称の形で赤いズキンを被り、ボケたように打ち踊る完成された技である。この技をもって、 浮き太鼓と呼ばれるのである。和ずや神社の浮き太鼓は、江戸時代後期に両主張浮き太鼓が伝わったもので、あるが、二人うちの技などは伝えられなかった。したがって、浮き太鼓という古称が使われることはなく、単に太鼓と呼ばれていた、昭は中頃に浮き太鼓という名称に変更している。臨番で取り行われる中で各町が独自に特色を出し、 現在は、リズムや打ち方など、本来の浮き台子とは異なり様々な変化が見られる。御越宮入り以降も、夜中まで打ち鳴らされることもある。賑やかな様は、娯楽性が強く、打ち手が祭りそのものを楽しんでいる様子が見て取れる。浮き台子は、漁師町から、波地や大宮町など、田町にも伝わり、各神社の祭礼で、披露されている。引山のことを、見えずでは、 屋台と呼んでいる。万歳矛は、宮津祭、三郎祭の引山の中で唯一現在も、巡行している芸屋台である。江戸時代の宮津祭、三郎祭では、三越巡行と浮大を両市長が担当し、神楽を三王した宮町が、そしてそれ以外の町内が、屋台巡行を取り行っていた。各町はご神体を乗せた、山屋台と子供歌舞伎を演じる。 芸屋隊との二台を所有し、その二台をセットにして、山の名が付けられていた。完成元年1789の三のうさ行列閣では、行列順に、鈴鹿山、本町、三輪山、本町、春日山、魚屋町、高砂山、魚屋町、東海山、万町、天神山、万町、万歳保護、職人町、岩戸山、白柏町、 日吉山、白柏町、紅葉山、河原町、恵比寿山、葛山町、住吉山、漁師町、明神山、川向井町の記述が見られる。実に二十六基の山、芸屋台を繰り出していたわけである。そうした、賑やかな引山の祭礼の姿は、その後の天保十二年、1841の宮津祭、三王祭を描いた、三王祭礼図絵馬、 宮津市指定文化財にもされている。また、今の中の各々の芸屋台で子供歌舞伎が演じられている。描写の一部は近年宮津市により複製として復元され、宮津歴史の館に展示されている。その後、一丁に二期ある屋台は一気に統合されて、その名を変え、また、山屋台は姿を消し芸屋台だけが、山の名を残したまま伝えられてきた。現在、宮津松に当日に、 白柏海館には2体の猿の人形が展示されるが、それが白柏町がかつて巡行させていた日吉山の山屋台のご神体である。万歳鉾は他の屋台が山と呼ばれる中で唯一鉾の名を冠する屋台である。山王レ例図では田町の山屋台が上部にご神体を乗せただけの屋台であるのに対し、 万歳鉾だけがその上に高くそびえる鉾を持った姿で描かれている。相良山、白柏町、岩戸山と日吉山が統合、愛生山、魚屋町、春日山と高砂山が統合など、今日も芸屋台は宮津の町内にそのいくつかが保存されているが、万歳鉾は当初から変わることなくその名が伝わる三農祭礼の貴重な屋台であると言える。また、 現在でも不定期ながら巡行を行い子供歌舞伎を演じているのは宮本町の万歳矛だけである。直近では平成20年の宮津祭りに登場し、子供歌舞伎、金本中心蔵道行旅路の花婿を演じていい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。